衛星の情報はどうだ。今んとこさっぱりだな。電波が切れた。な、電波がいらないものは紙だ。よし、このルートなら火山にまっすぐ行けそうだな。揺れそうだけど。それじゃあ行くか。了解。行こう。それで目印はあんのか。地図によると火山の周りに建物がある。古い拠点とか見張り塔がいくつかな。見張り塔。エイブリーは世界一の賞金組だ。ここにお宝があれば見張りが必要だったはず。その塔の一つが火山の麓にある。あそこに遺跡があるぞ。待ってろ、調べてくる。で、サリバン、今でも飛び回ってんのか。まあなあ、パソコンってのはどうも性に合わなくて。姉さんにも言ったけど、最近は何でもインターネットの時代。仕事のやり方も昔とは変わったんじゃないか。ああ、けどよ、相手と会って腹探る方が性に合ってる。何もないの。ねえ、ダメ、外れた。さあ、行こう。あの火山が噴火して、すべてがパーにはなんないよな。ありゃ、噴火しない。火山に行くってんで、俺は真っ先にそれを調べておいたってわけ。それと、お財布に優しいレンタカーや。やっぱり何か調べ物するなんて、雪降るんじゃないの。お前ばっかモテてちゃう尺だろ。滝の裏にある秘密の洞窟。いいね、まさに海賊の冒険。子供みたい。サリバー、なんでキングスベイにそんな詳しいの。まあ、取引できたことがある。え、警察にバレて捕まった。で、ワイド交渉してたらよ、気が止まっちゃって。メモだ。じゃあそのことに話をつけといた方が良さそうだ。連絡できるか。女。ああ、なるほどね。変な想像すんなよ。どうした、ブラジルも。もう何年もご無沙汰だし。会いに行ったらさ。まあ、これが片付いたな。一日にシャワーを2回も浴びることになるとはな。あそこの橋相当ボロボロじゃねえか。誰が石を積んだんだ。きっと目印だ。他にもありそう。すんなり行けそうだ。おい、頼むぜ。ほら、行け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 。やった。行かないと。ほら、落ちるなよ。ああ、ゆっくり行けよ。なんだぞ。ちょっと黙ってろよ、俺に任せろ。敵、大丈夫。ちょっと頼むよ。まあ、せっかくの積み石が。ありゃケルンって言うんだぜ。けど、積み石の方がしっくり。ケルン、積み石。ああ、やっぱ積み石だ。よっしゃ。あはっ、いてて、腰が。見ろ、タイヤの跡。誰かが通ったんだ。おい、丘の上を見ろ。塔じゃないか。待ってました。なあ、サリバン、レンタカー屋と何を揉めてたんだ。あんたの弟がウインチをつけろってうるさくてな。
ウインチはつけたくせに、なんでサスペンションは消したんだ、まったく。当たり前だろ。雨とか泥道とかあったらどうする？ウインチなんて。いたんだし。なるほど、それがかくまったのが隠すのがおとぎだったみたいだし。よーし、行け。でもダメ。努力は認める。そう、調べてみよう。俺も行く。数百年前のものにしては状態がいい。こりゃエイブリーの時代の塔だな。サム、見ろ。これはクリストファー・コンデントの印だな。エイブリーの時代にマダガスカルで活動してた海賊だ。ってことはエイブリーは海賊の船長を仲間にして見張りにしたのか。いや、まさかな。それはないだろう。もしかしたら各船長に手を預かってルカに見張らせたとか。何しろここが目的地じゃないことは確かだ。皮が剥がれてる。何か巻かれてたんだな。車のウインチをつけたんだよ。あれ、そうか。初耳だ。どうすんの。どうすかな。よし、バッチリだ。泥遊びか。意外と急だ。よし、いいか。やっちゃいな。行くぞ。ゆっくり。まっすぐに。ははっ。見たか、サリー。ウインチだ。感謝しろよ。バカが坂だろ。まだ足りないな。ああ、まだな。こっからさ。物が取れたら奢ってやるぜ。これはため息でしょうな。わあ、投げたね。想像してみろ。大物数が鬱陶しい権力から逃れるためにここまで来たとしてよ。かわいそうな海賊ってか。楽に略奪したかっただけなんじゃないの。そうじゃない、ここで自由を謳歌したかったんだ。まあ、世間から身を潜めたいと思ったらこういう場所が好都合かもな。おい、いつだから火山に着くんだ。少しは我慢しろって。海賊の立場になってみろ。出航してブラジル行って、そっからまた大西洋を渡って南アフリカ行って、しかも機械はないから全部紙と海図と星だけを頼りの船旅だ。おい、俺は元海軍だ。それぐらい知ってる。すぐに戻ってくる。俺に飽きちゃった。サリー、悪い、ちょっとだけな。よし、サリー、続きは。そうだ。なんじゃ。おいおい、俺は元海軍だぞ。俺が言いたいのはこんなのマシってこと。うん、俺も状態には答えるね。おい、ありゃすげえな。おい、なんだ。止めろ、止めろ。誰かいる。なんだ。兵士がうろついてるな。ナディーンの手下か。だな。マジかよ、クソ。昔の拠点を見つけたみたいだ。あれは違うんだろう。そうなんだけど。どうした、もったいぶんなって。
火山に行く道はこれだけなの。なんだよもう。じゃあやっちゃうか。どうする姉さん。まあやってみっか。しっかりやれ。おい、ドレイクの奴らを見かけたらどうするか分かるな。まあ任しとけ、俺が見つけてやる。その震える手じゃ撃つ前に殴られて終わりだ。悪いが俺の獲物だ。ならかけるか、いつもの格で。よし乗った。どうなんだ、ちゃんと繋げたのか。できてるよ、ダリーの許可を待ってるところだ。よし、どうせ外れだ。早く済ませて次に行く。オッケー、これで全部。くそ、デイフとナディンは何人連れてやがんだ。俺はうかうかしてると先を越されちまう。見ろ、海賊の印だ。アダム・ボールドリッチだ。キングスベイを管理してた。
奴隷も扱う商人で悪党の親玉だ。詳しいな。ああ、無所で読んだ。ほら急げ。ハハ、ウィッチだとされ。